この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行われた初めての全体練習は雪のため急遽室内でのトレーニングとなりました。初練習には学校の都合で来られない奥山選手を除く26名の選手コーチ陣が顔を揃えました。練習ではおよそ1時間ウエイトトレーニングや体のバランスを養うメニューをこなし、チーム一丸となって新しい1年のスタートを切りました。すごくフレッシュっていうか、今までいた選手もやはりその目をすごく光らせて、本当にこうなんかもう本当これからやるんだっていうそういう雰囲気がすごく出てました。最低限、去年と同じような、スタートを切って、去年最後はちょっと失速してしまったので、1年間を通して上位で戦えるように、頑張りたいなと思います。得点を取るということに対して、今まで以上にこだわって、やりたいなと思います。自分としてはこう輝きたいというか、見てる人がワクワクするようなプレーを、たくさんできたらなと思います。おととい東北電力ビッグスワンスタジアムで新体制発表会見が行われました。今季のスローガンはスマイル。笑顔だけでなく信頼や感動、エキサイティングなどの意味が込められています。会見には新加入選手6人とチームに復帰した2人が登場しました。はい、こんにちは。最年長っていう部分もありますし、本当にチームに、チームを引っ張っていく、自分の周りの選手が気持ちよくプレーできるように、自分も気の利いたプレーっていうのをしていきたいと思ってますし、どん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 貢献していけたらいいなと思います。見ている人がワクワクするような、また見たいと思えるようなそういうプレーをして、このチームがさらにいいチームになるように僕は全力でプレーしたいと思ってます。チームに貢献できるように全力でプレーして、サポーターの皆様には勇気を与えられるようなプレーをして、新潟のために全力で戦いたいと思います。またアルビユースから昇格した奥山武蔵選手、アンダー20日本代表候補の加藤勝選手、ジェフ千葉からミシェウ選手が加入します。さらにブルーのカスタニエラ選手がチームに復帰、ゴールキーパー高木貴博選手は大宮から移籍加入しました。そしてご覧の選手が今シーズンのメンバー27人です。北野が抜けたゴールキーパーは高木を含め3人が選手護身の座を争います。内田、永田が残ったディフェンダーは鈴木大野の若手にの成長にも期待。ミッドフィルダーはマルシオ・リシャルデス、本間、小林らベテランを確認、層の厚い布陣となりました。矢野、大島中心のフォワードはヨンチョル、川原がポジション争いにどう絡んでいくか、さらに今後はこのメンバーに加えて新外国人選手を獲得していく予定です。新生アルビレックス新潟はこれから高知県での1次キャンプ、静岡県での2次キャンプで体力作りや連携の強化、戦術の確認などを行っていきます。待望の2010シーズンの開幕は3月6日です。強い信念と大きな野望を持って、黒崎久志新監督41歳、元日本代表という輝かしいキャリアを持ち、2001年にはアルビレックス新潟でもプレー、2007年からはコーチとして鈴木監督のもと選手の育成に携わった。監督としてのスタートを切る上で新潟というチーム、僕自身にとっては新潟ってやっぱりプレイヤーとしても1年間お世話になったところですし、そういった意味ではすごく思い入れのあるチームで、監督として第一歩踏み出せるっていうことは本当に幸せなことなんで、そこでこう今度何ができるかっていうところをやっぱりチャレンジしていきたいっていうか。監督になって新たにトライしたいことはどんなことでしょうか。堅守っていうかね、そこのところは続けて高い位置でボール取って早く相手のゴールに攻めるっていうのが今のサッカーだと思うんで、相手が守備が組織ができる前に
シュートクロスなりそこまで持っていくようなこうサッカーができればいいんじゃないかなとは思いますけど、やっぱポジション別のこうトレーニングとかそういうのをこう、技術的なところとかになると思うんですけど、そういう精度をこうもっと上げていくことが、必要なんじゃないかとは思っています。若手選手に期待するところ、若手の自分のいいものっていうか、そういったものを出せれば、やはりそこにはチャンスっていうのが巡ってくるんで、そういったところをこうどんどん、アピールしてもらえれば、若手だろうがベテランだろうが横一線で、そのやはりチャンスをつかみ取ってほしいなとは思ってます。マルシオ・リシャルデス選手が残ってくれるということに関してどんな印象をお持ちでしょうか。まあ、マルシオが残ってくれたっていうことは、さらに、昨年のところからプラスアルファのところにこう踏み出せるんじゃないかなとは思ってるんで、やはりもっともっとこうマルシオのいい部分っていうか、そういうのをこう引き出して、チームにとってもいい方向に行ければいいんじゃないかなと思いますけど。黒崎監督の目指すサッカーを一言で言うなら、もう勇気を持って、チャレンジっていうか向かっていくだけですよね、はい、サッカー好きですし、誰よりも一番好きじゃないかなと思うんですけどそういった意味でこう選手と戦ってる、ピッチの外ですけど、そういうふうな、監督になれればいいかなとは思いますけど、はい。サポーターの皆さん、いつも温かい応援ありがとうございます。私も監督として本当に精一杯、努力して皆さんと一緒に喜び、いろいろなものあると思うんですけども、共にやっぱり戦っていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。